大津波により甚大な被害を受けた地域は岩手県、宮城県、福島県、この3つの県です。警視庁がまとめた東日本大震災の死者は半年経った9月11日現在で15,780人、岩手県4,656人、宮城県9,457人、福島県1603人です。警察に届けがあった行方不明者は4,086人、岩手県1,692人、宮城県2,149人、福島県241人です。